のあなた、ギガ&テディロイドリミックスですが、私ね、はい、あの自分の歌っていうか誰かの歌でも途中で止めるってすごい嫌なんですけど、はい、リガーと電話がつながりました。はもしもし、はい、もしもし、はいはい、ではです、おはようございます。はい、おはようございます。はい、リガー、はい、ゴチで100万円当たったな。ああ、そうですね、はい、おかげさまで。いや、おかげさまでって何もしてないけど。いや、謝ることではないな。いや、あの、いや、だって生放送でわざわざ電話してきて、お前当たったらしいなんて、もう前は恐喝でしょ。やっぱりね。そう言っちゃダメよ。いや、だってそれしかありえないじゃないですか。一応聞いてんのよ、だから。だから使い道は決めてんの？いや、使い道はまだ、あの、決めてませんけど、っていうかまだ、あの、もらってもないですし。うん。いつ頃もらえんの？多分2ヶ月後ぐらいじゃないですか、ね。あ、そんな遅いの？はい。2ヶ月後だと誕生日近くなるね。いや、その賞金で一緒にディズニーランド連れてってよ。ディズニーランド？うん。かわいいですね。あ、行ったことないんでしたっけ、確か。そう、東京はね。あ、そうですよね。うん。じゃあ、わかりました。いや、ディズニーランド連れてきますよ。あ、アッコさんと行くんですか、デコさん、ディズニーランド。そう。ただディズニーランドのアッコさん。はい。あの、素敵なあの花火見てたら。はい。俺ひょっとしたらキスしてしまうかもしれませんよ。いいよ、別に。いいのかい。いいのかい。まさかのいいよっていう。いや、でも、レガ、なんか、すごい嬉しい。当たったっていうね。いや、だって当たって100万円もらったんですけど、うん、自腹総額僕250万払ってんで、まだマイナス150万なんですけどね。あ、そうなの？あの番組通ったらそうなの、はい、あら、そういうもんなんだね。はい。でもそういう。ディズニーランドはじゃあ連れてきますよ。本当なの？ああ、嬉しい。はい、じゃあディズニーランドとキスね。はい、でね、キスついてるな。いや、もう手川さん自分で言っちゃったから。あの、あこさん。はい。あの、そっちもラジオ生放送で、はい、勝手に急に電話してきたんで、はい、あの、こっちも今、あの、カメラ回ってんですけど、いいですか？何？何の？あの、充電させてもらえませんかって、あの、あ、どこ行ってんの？今沖縄なんですよ。ああ、もう、皆さんによろしく。はい、あの、本番中に、まあ、あの、急にかかってきたんで、こっちはこっちで使わせてもらえます。いや、出ますよ、本番中電話出るんですね。あ、出ちゃいます。いや、そんなに私やから出ちゃったら出るでしょ。いや、テレビ東京の皆さん、和田っ子です。ありがとうございます、本番中に。はい、あの、もうスピーカーでみんな聞いてますから。今日の沖縄編はいつオンエアなの？これは細い、3月11日です。はい、わかりました。出川、ごめんなさい、本番中に。とんでもない。こちらも本番中にすいません。気をつけてね。はい、ありがとうございます。皆さんにもよろしく。はい、はい、どうも失礼します。どうも。ありがとうございました。ぜひラジオの方にもね、スタジオにも来ていただきたいですけど。今度ね。はい。あ、じゃあ3月11日、皆さん、ね、楽しみですね。充電させていただきますか。いや、本当にね、私だとみんなね、冗談言うのよ。アコさんから電話かかってくると、国内だと出ないとかね。よくあった。前も電話した、どこにいんの？シンガポールとかね。そういう時だけ出るっていうけど、割とみんな私電話すると、あの、留守電になって、うん、ダメでも向こうからかかってね。いや、でも出川さんはもうアコさんがかけたらもう本当留守電になる前に今日は出られて、そうそうそう、ちょうどあの感じ、全く知らなかったですね。でもね、向こうもオンエア、あの、本番中だって知らないまんまでしたわね。沖縄で。まさかのコラボになりましたね。いや、はい、私は、いい約束が取れた。ありがとうございます。いや、ディズニーランド歯磨かなきゃいいのか。なんだ、それ楽しみにしてます。